ルブランパリシャのコントラアルトクラリネットとコントラバスクラリネットの比較ヘンリー・セルマーパリシャのコントラアルトクラリネットコントラアルトクラリネットは木管楽器の一つでクラリネット属の管楽器コントラアルトクラリネットはクラリネット属の中でも大きく低い音が出る楽器であるコントラアルトクラリネットは変褒調の異調楽器でしばしばいいコントラバスクラリネットとも呼ばれるまた コントラルトクラリネットと呼ばれることもあるが、これは間違いである。アルトクラリネットよりも1オクターブ低い音が出る楽器で、バスクラリネットより大きく、B、コントラバスクラリネットよりも小さい。よく使われているクラリネット属の楽器の中で2番目に大きい楽器である。他のクラリネットと同様、コントラアルトクラリネットはシングルリードで音を出す木管楽器である。 コントラアルトクラリネットのキー配列は他のもっと小さなクラリネットと同じであり、同じ指使いで演奏することが可能である。コントラアルトクラリネットには最低音が寄付音 E まで出る楽器と、さらに下の寄付音 C まで出る楽器が存在する。コントラアルトクラリネットがクラリネット属に加わったのは比較的最近のことである。最初のコントラアルトクラリネットは19世紀の 前半に開発された。当時の楽器は、ヘチョウが多く、バセットホルンより1オクターブ低いことから、コントラバセットホルンと呼ばれていた。アルバートは1890年頃に、ヘチョウの楽器を制作した。19世紀後半から20世紀初頭に、ヘンホチョウのコントラアルトクラリネットが、最終的にある程度の評価を確立した。この楽器は吹奏楽や、 クラリネットアンサンブルでベースラインを担当する楽器として使われることが多い。コントラアルト向けに書かれた譜面が少ない場合には、バリトンサックスの譜面を吹けば同じ音程を出せるし、バスーンやチューバといった波長の低音部記号で書かれた譜面を高音部記号として読むこともできる。また、時折ジャズでも使われることがあり、この楽器のために作られたソロ作品も存在している。 コントラアルトクラリネットはブロードウェイで伴奏をする楽団で使われることも多く、ソプラノクラリネットやバスクラリネットの持ち替え楽器としてスコアに記載されている。コントラアルトクラリネットはマーチングバンドでもスーザフォーンやバリトンサックスのパートを分担するために使われることがあるが、その大きさと重さのためパレードでは更新させないバンドが多い。 コントラアルトクラリネットを製造している楽器メーカーの数は多くない。ビューフェクランポン社とヘンリー・セルマー・パリ社はバスクラリネットを大きくしたようなストレートタイプの楽器を製造しており、現在のところ木製で製造しているのはこの2社のみである。ルブラン・ USA 社とセルマー・ USA などは同じようなストレートタイプのプラスチック製の楽器を製造している。ルブラン・パリ社は ペーパークリップのように折れ曲がった形をしている楽器と、セルマーパリシャやルブラン USA 社と同じようなストレートな形をした楽器の2つの形式の金属製楽器を製造している。コントラアルトクラリネットはメーカーによって適合するマウスピースの種類が以下のように異なる。ありがとうございます。